一例押入れとは、日本の住宅や和室において、寝具、衣類、道具などを収納するための空間。大抵は、四方のうち三方が壁で一方をふすまで仕切ってあり、そこから荷物を出し入れする。ほぼ部屋の一方の壁全体をその入り口にする。押し込みと呼ぶこともある。押入れは、中板により、上下二段に仕切られている場合が多い。なお、 タンスなどをそのまま押し入れの中に設置できるように、中板で仕切られていない場合もある。中板を設け、上下の二段構造にして布団は普通状の段に収納する。下の段には使わない家具を入れたり、衣服等を長持ち等に収容した上で格納する。容量が大きいので、直接にこれに物品を詰めるのではなく、大きい容器に入れ、それを押し入れに入れるやり方がよく取られる。 現代では、押入れ収納用の衣服収納器具が様々に販売されている。普段使用しないものを収納する場合、多くは難度を利用する。難度が居住スペースとしても使用できなくはない構造を持つのに対して、押入れは完全に物品収納のためのスペースでありながら、大きな容量を持つものである。寝るだけなら、可能で、部屋に物品を広げて、押入れに寝る話は、 独身男性の部屋については稀に聞かれる。難点としては、奥まったところにあることから、湿気がこもりやすい、結露しがちな点が挙げられる。これを避けるために、すの公式などの対策が取られる例もある。ありがとうございます。